皆さんこんにちは、こんばんは。今回は吉本びっくりマン芸人チョコ買ってきました。いや、まさかびっくりマンがこのお笑い芸人とコラボするなんて思ってもなかったのでびっくりです。ですごいね、デフォルメですごい可愛い感じになってます。で、今回は関西出身以外の吉本芸人コレクターシールってことで、関西出身以外のと、あと関西出身の人のびっくりマンっていうのがあって、今回こっちの関東の方かな、わかんないけど、こっちの方はこの関西出身以外のびっくりマンが先に発売ということで買ってきました。で、パッケージはこの2種類になってます。斉藤さんの頭がすごく光ってます、キラーンはい、ではラインナップなんですけど、こんなラインナップになってます。いろいろいますが、やっぱりトレンディエンジェルがねちょっと気になります、この頭キラーンがねあとはこのシークレットがこの1,2,3,4,5 枚もあるので、どういったシークレットなのかも気になります。あ、ここに書いてある、関西出身芸人編では関西出身の最強芸人がシールで登場。これは関東の方はね、また後で発売されるのかな。で、全部で24種です。とりあえず全部で5つ買ってみました。それでは、このこれ一応ボックスの中から前の方から5個バサッと、バサッていうかごそっと取ったので、何が入ってるのか、なんかねシークレットが気になるので、シークレットどういったものかね見てみたいので、シークレット狙いでいきます。あと斉藤さんでは1つ目、これね、びっくりマンは開けちゃうとどんどんしけちゃうから、ちょっとね早く食べないと、それかパックに入れるとかねしないといけないので。ではまず1枚目、誰かな、パンサーだ。おーおおー、すごい。あ、パンサーってだけに、チーターん何動物、すごい可愛くなってるね、似てる似てる後ろは8番だって。向井聡、尾形貴博、菅良太郎で結成された今一番熱いコント主体のお笑いトリオ、ソロ活動も多く文句ない次世代のエース、吉本の噂サンキュー尾形は作家の実力者とかこの尾形さんね、いつもサンキューって言ってるねはい、じゃあ1枚目パンサーでした。多分前からごそっと取ったから、かぶりは出ないんじゃないかなと思います。じゃあ2つ目、シークレットが出たら嬉しいな。じゃあ2枚目いきます。じゃーん、トレンディエンジェル、やったやった、じゃん、あーピカピカ、あ、これと一緒だね、絵がヘッドキラキラって書いてある。あ、すごい、ここにいる、かわいいじゃん。ヘッドネタで15年 M1 王座に輝いた超新星。あ、すごい、粉がついてる。ボケ斎藤司とツッコミたかし、たかちゃんね頭をキラキラ光らせ、まさにトレンディエンジェルに流行天使になるとか。吉本の噂はヘッドにキラにエンジェルと一番ビックリマンに近い存在とか。あー、なるほどね、ヘッドね。はい、じゃあ2枚目、トレンディエンジェル。よし、じゃあ3枚目は誰が出るかな。3つ目、誰かな誰かな、めっちゃーん、ペナルティ、17番、番号順に並んでるみたいじゃないだよねすごいねすごいね、この顔面白いよ、似てる高校サッカーで活躍した
ツッコミのヒデとキモいボケのワッキーで、キモいボケ結成されたクレイジーなキャラ重視型のコント職人。ワッキーゲーブはコントから派生したとか。では4つ目、シークレットみたいなのが出ないね。よし、4つ目、4枚目はじゃーん、お、21番、じゃん、お、なんか持ってる、森重正人。うん、誰かな、ちょっと見ればわかると思うんだけど。日本を代表する鉄壁のディフェンダーは吉本所属のサッカー選手。ん？え、吉本所属のサッカー選手がいるの？え、ビックリマンシールに超変身し世界を相手に戦う。左足はあるサッカー選手のリクエストを叶えたとか。ん？でもなんかすごいキラキラしてる。これ今確か載ってない。見ない名前だなと思ったら書いてないので、多分シークレットだと思います。なんかシークレットっぽくなかったからびっくりしたの。なんかこれシークレットとも書いてないしね。それに吉本芸人って書いてあるのに、この人サッカー選手なんか今調べたらサッカー選手って出てきました。サッカー選手なのね。それに顔も調べて見てみたら、ちょっと見たことあるようなないような、ちょっとサッカーあんまり詳しくないので、そこまで詳しくないからわかんないけど、とりあえずシークレットなんだねこれ。やった。ではじゃあ最後行きましょう。なんかね、シークレットって言ったらもうちょっとね、なんか普通のと違うような、なんか特別感のあるやつかなと思ったら、普通のとあんまり変わらないっていう。じゃあ最後、あ、次長課長出た。タンメンだ。タンメン。あ、なんか持ってる。あ、ヘッドロココじゃん、これ。ヘッドロココ持ってるよ。すごーい。コラボじゃん。1番だ。河本純一と井上聡による変幻自在な職人コントコンビ、ビックリマンシールに夢中な井上に、お前にやるシールはねえと一括。井上は芸人界一人のビックリマンシールコレクターだと。そうなんだ。集めてるんだ、井上さん。すごいじゃん。だから持ってんのね。今回5つ開封した結果、次長課長と、トレンディエンジェルと、パンサーと、ペナルティーと、シークレットと思われる森重正人さん。ちょっと知らないのですが、が出ました。まあ欲しかったトレンディエンジェルも出てくれたし、まあシークレットかな、シークレットも出てくれたし、まあすごいいい結果だったかなっていう感じです。で、今回5つ買ってこの欲しいの出たので、じゃあ次はまた新しいビックリマンが出たら買ってこようかなと思います。それではまたねー。